大谷翔平投手といえば日本の野球界から飛び出し MLB の舞台でその才能を示すプレーヤーとして注目を集めていますしかしながら最近になって彼の名前が不運な事件に絡んで浮上していますこの事件についてタレントで投資家の松井一義が注目すべき点を指摘しました彼の言葉には深い洞察がありますそれでは松井氏の警告がどのようなものなのか 詳しく見ていきましょう。松井氏は自身のブログで大谷選手に対する警告を発信しました。彼は大谷選手の契約内容に危険性があることを指摘しました。大谷選手の契約は10年総額7億ドルであり、97%を2034年以降に受け取る後払い契約であることを明らかにしました。この後払い契約が 彼にとってリスクを伴うものとなる可能性があるというのです。松井氏は、大谷選手が不測の事態に備える必要性を強調しました。例えば、最近の賭博問題に関連して、大谷選手がアメリカで野球を続けることができなくなる可能性があるという最悪のシナリオを想定しています。このような事態が発生した場合、球団側は契約の取り消しを求め、 多額の損害金を要求すする可能性がありますしかし大谷選手が契約金を受け取っていない場合彼は高額な弁護士費用を負担する能力がないかもしれませんこのような事態を回避するためには彼が契約金を受け取る前に備えることが重要であると松井氏は指摘しています松井氏は大谷選手の契約問題を投資と比較しました彼は 投資も同様にリスクが伴うものであり、利益を得るためには十分な準備が必要であると説明しています。松井氏は投資家としての経験を持ち、危険を見極める嗅覚を持っていると自負しています。彼は読者に対し、大谷選手が契約問題に対処する際にも同様の慎重さが必要であると訴えています。大谷翔平投手は野球界でその才能を発揮していますが、 彼の未来には不確定要素が存在します。松井和義の警告は、大谷選手にとって重要なものであり、彼が将来のリスクに備えるための参考になるでしょう。大谷選手が今後どのように行動するかは彼自身の選択によるものですが、彼の成功を願うファンとして、彼が最善の決断をすることを願ってやみません。